田沢湖の方の上の方の展望台に来てます、田沢湖が一望できますね。これやばいな。これ北海道みてえだわ。うわー、あの湖はですね400何十メートル深さ、東京タワーがすっぽり入るところで、3年前に来ました。今からもう一回行ってみたいと思います。三原テラス、すごいおしゃれなデッキがありまして、そこから、田沢湖が何の障害のも邪魔するものもなく一望できます。そしてですね、あの上に見えるところ空中ブランコがあるみたいで、三原テラスで買います。大人1名500円、幼児までは無料。ちょっとね、こんだけの険しい山ですけど登っていきたいと思います。あそこにどこでもドアありますけど1メートルも連れ出してくれません。空中ブランコですね、先ほど倒れましたけど、田沢湖に向けてブランコが漕げるという最高なブランコです。あそこのスキーハウス銀霊さんのここに駐車場がありますので、これ止めて、大人は500円、子供は200円、幼児はタダです。すごい絶景だわ、やばい。こちらが田沢湖の湖畔で、こっちの方にですね秋田県が見学できるということなんで、ちょっと行ってみたいと思います。こちらは、ユミちゃんです。大人1名100円払うと秋田犬が見学できます。ユミちゃん、ユミちゃん、ユミちゃん、ご指名ですよ。ユミちゃん、ユミちゃん、ユミちゃん、ユミちゃん。こちらはソラ君ですね、男性。ソラ君、ソラ君、ソラ君、ユミちゃん、ユミちゃん、ユミちゃん、ソラ君、おいで。秋田犬のソラ君です。こちらはユミちゃんです。かわいいな、愛嬌があってね、秋田犬っていうのはね。フルシカットされてますけど、こちらはですね、比内鶏ですね。昨日比内地鶏のあのラーメン食べましたけど、秋田は比内地鶏が有名で、ザクッとしたね食感でとても美味しい高級鶏ですけど、ちょっと見てみたいと思います。天然記念物だって。どこ、全然いねえよ。どこどこ、いた。おい、ゆみちゃん、ゆみちゃん、ゆみちゃん、おいで。ゆみちゃん、あれ全然ピントが合わねえや。お、よしよし、あったあった。見てください、これが比内地鶏です。すごいね、賢そうな顔してますね。うんじゃねえよ、賢そうですね。あ、なんか言ってる、なんか言ってる、嫌なんだろうな。よし、おお、すごい。鳥はね、あんまり詳しくないですけど、ゆみちゃん、ゆみちゃん、おいで、ゆみちゃん、ゆみちゃん、ダメだ。これがですね、昔田沢湖にいたという竜の化石みたいですね。ちょっと見てみたいと思います。あー、結構状態よく残ってますね。なんか木で作ったような感じにも見えるんですけどね。あ、でもこういうちゃんと爪とかありますよ、ドラゴンボールみたいな。で、ここにドラゴンボールが1個やっぱりあるってことですね。ああ、下、こんなに出てますよ。最後苦しい思いをして亡くなったのかもしれないですね。ありがとうございます。御座の石神社に来ました。心結びっていうのをやってるみたいですね。誰は多分タツコさんでしょうね、金色のタツコさん。雰囲気は、足の子に似てますね、箱根神社のね。後であっち行ってみたいと思います。
すごいな。さっきまで雨が降っていたんですけど、この湖畔に来た瞬間にドンピシャの晴れになりまして、水の透明度が増してですね、すごい綺麗に見えます。ちょっと感動しちゃってます。うわ、ちょっとこれ滑れそうだな。ちょっと映していきたいと思いますんで。見えますかこれ。うわ、すっげー綺麗。飛び込みたいわ。飛び込みたい。うわ、バスクリンかなんか入れてるの。超綺麗。さっきあの山の上の方にいました。この山の上の方にいて空中ブランコをやってきて下の方に来たんですけど、曇っていたんですけどね。これですよ、これ、この透明度。うわうわ、すっげー綺麗。あ、魚も喜んでますね、これはね。いいなぁ、お前んちこんな広いんだろ。そんな広い必要あるかっていうぐらいね、住まいが、お住まいが広いところに住んでいるさかなクンです。こことかもそのままジェットバスですね。そこに湧き水があって、こっから湧いて山の水が湖になっているんだ。ということは入り口はこっちの山の方だ。山の方から、湧き水が降りてきて田沢湖になってんだ。そういう計算式だったんだ。ってことは山にある水っていうのは雨水とかですよね。ってことは上だ、上だ、天の恵みだ。知らんかったわ。わあ、綺麗だなこれ。すごいな。ずっと見てられる。南国のように綺麗だ。君は綺麗だ。君は綺麗だ。すごいな。うわぁ。これはですね、田沢湖です。日本で一番深い、水深が深い湖で、こんな綺麗ですよ、これ。これ。グアム？サイパン？沖縄？すごいね。うん、ジェットの波とかがね、きちんと振動をこちらに伝えて波になるんですよね、遊覧船とか。3年前に、あちらの方のホテルでご飯を食べたんですけどね、そのホテルはなくなっておりました。綺麗だな、本当に南国のような綺麗さです。あっちが温泉ですね。こっちに行くと露天風呂があるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。雰囲気ありますね。狭い道で、照明があり、レッドカーペットを、渡っていくと、あっちに露天風呂があるということです。今日はすごい雨です。台風です、もう台風のね、なんかどんだけの温泉が見えるか。お、硫黄の匂いがする。行ってみたいと思います。温泉の、成分表ですね、そして入浴場の注意ということで、もう僕にはこれは英文にしか見えないです。毎分1000リットルのお湯です。もうすぐそこは外でこんな感じだと。ここは、すごい水がきれいみたいで、2つの地下水が使われてるみたいですね、秋田の。ちなみにですね、地下水と温泉っていうのは同じで、マグマで温められたものが温泉ということらしいですね。なんで同じ、水は水で同じらしいです。温められてるか温められてないかで変わるみたいですね。